幸福,幸福ライナー、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 幸福ライナーは、福岡県福岡市、北九州市と広島県広島市を結ぶ高速バスで、ある。中高便と夜行便があり、夜行便は、東広島市を経由して、福山市まで運転される。全便座席指定制で、乗車には、事前の予約が必要。 クローズドドアシステムを採用しているため、福岡県内及び、広島県内のみの利用は不可。福岡市博多区内五福町で入り口、福岡高速2号線、福岡高速1号線、福岡高速4号線、九州自動車道、関門橋中国自動車道、山陽自動車道、広島曰に道路5日 1IC、広島高速4号線、広島市内から国道54号広島、 インターチェンジ山陽自動車道西条インターチェンジ国道375号国道486号東広島市内国道486号国道375号西条インターチェンジ山陽自動車道福山東インターチェンジ国道182号国道2号福山市内内は夜行のみ運行発車オラアイネットでは本来同じ予約番号 以外の男女が隣り合わせになるのを防止するようになっているが、本路線の中高便については、男女が隣り合わせになる場合がある。幸福ライナーや幸便の運行会社変更について JR 九州バスホームページより、幸福ライナーや幸便の運行会社変更について JR 九州バス公式ブログより、夜行便は片道を中国バスと確実で担当のため、 福山での折り返しがない場合は、岡山支店が、福山まで車両を改装した上で、ローズライナーを担当した。中国 JR バス側の発表による。ただし施設名の解消は2010年11月1日。発車をライネットの本路線のトップページ。ありがとうございます。